どうもこんにちは、ガスファストテイクやっていこうと思います。今日はキリンジのエイリアンズやってみます。Thank you.
せーの、チェック。ああ、やってみました。キリンジのエイリアンズ。この曲はもう怪しげでですね、もう本当になんかこう、なんか懐かしいっていうか切ないっていうか、本当不思議な魅力たっぷりのね、もうキリンジさんのもう名曲中の名曲ですけども、この曲を奏でるとですね、どっかこう、異世界に飛び立つような、そんな気さえする名曲でございます。ちょっとやっぱ難しいですけどね、ガスファストテイクならではの、エモーショナルに感情たっぷりバージョンでちょっとやってみました。もちろんガズレレ YouTube チャンネルでもレッスン動画取り上げてるんですけど、今回このレッスン動画よりもちょっとねパートもボリュームアップして、コードもかなりおしゃれ、プラスガズもその本当この1回限りのアドリブ満載の二度と同じ演奏できないようなかなりですねアドリブ要素もあったんですけど、やっぱ音楽を奏でるっていうのは本当こうなんていうのかな、心の赴くままに奏でる、これがいいかなと思います。この曲もアンプをしてるわけじゃなくてですね、今ここに楽譜があって楽譜を見ながらやってるんですけど、まあ、この楽譜と、まあ、対話をしながら、外のこの大空を見ながらやったり楽譜を見たりしてやる、やっぱりこう楽譜に釘付けにならない感じ、楽譜を見ていて もう気持ちはですねもうこうガッとこの音と一体になってる、まあ、こんな感じのねニュアンスをちょっと皆さんもですね日々ウクレレガズレレ楽しんでいただいてると思うんですけど、楽譜に釘付けてね こんな風にやってる、だけじゃなくて、やっぱこうなんていうかこう広く見渡しながらこの曲の世界をこうねもう堪能しながらもう髄まで音を楽しむ、この1音入魂でやるこのね感じをちょっとなじむ、これ例えば4つ弾きでもねそういう感覚って味わえると思うんですよ。このサビでもサビだと、まるで僕らエレンス剣弾の一歩だけはみたいに全開で、やっぱ表情とかこの歌詞の雰囲気とか曲の持つこのエネルギーをこうね浴びながら自分で走る、これぜひ皆さんやってみてください。自分が好きな曲一曲決めてね、もうエイリアンズじゃなくて皆さんの好きな曲でいいわけです。これをですねちょっとこういうガズさんの普段のレッスン動画には見られない一面をですねこう見ていただこうと思って、このガズファーストテイクやってるんですよ。このガズファーストテイクはこの有名 YouTube チャンネルザファーストテイクを見ていて、この知ってますよね、もう有名アーティストミュージシャンバンドマンが一発撮りにこだわってるぜ、すごい素敵な YouTube チャンネル、これを見ててなんかガズレレのガズも何かやりたいな、一発撮りだけどこの緊張感、もう二度とやり直しはできない、同じ演奏できない、この緊張感たっぷりのこの瞬間をパッケージしたなんかプログラムをやりたいなと言って始まったのがこのガズファーストテイク。もう結構曲数も増えてます。概要欄にね、今までやってきた曲のソングリスト載っけとくんで、ぜひ他の曲も見てもらいたいんですけど、まあさっきも言ったようにレッスン動画ではこういう感じの演奏っていうのはないんですよ。アルペジオをやってこうやってやったらいいんじゃないですかで一個のね、まあ教科書みたいなものをまあレッスン動画でお届けしてるんですけど、まあそれを自分なりに消化すると。こういう感じになってこう音楽をどんどん高めていけたらねいいかなというふうにも思います。ガズレレのレッスン動画っていうのは、まあ、この曲もねこれ概要欄に貼っとくんでこれもやってもらいたいんですけど、これがベースになってて、その後やっぱ自分色にどんどんこう染めていくっていうかね、そういう要素のまあ元のね食材みたいなもんですよ、レッスン動画っていうのは。それをやっぱりこの通りにできたからっていうのが正解ではないです。だから動画でもね、いろんなガズのレッスン動画でも言ってるけれども、本当にそこから何かが始まる、このまずはこの種みたいなもんでございます。種にはね、水をやって、こう、日差しを浴びて、こう、土壌をね、いい土をやって、こう、どんどん育てていく。そんな感じで、これを育てていただくのが、まあ、いいかなと思いましてですね。でこの曲素敵でしょ？これもう本当、簡単ではないですけどね。キリンジさんのそのミュージックビデオもね、すごくいいんですよ。この、ね、クラシックギター、ガットギターで、こう、暗闇のところでこう、弾いてるんですけど、そのビデオも見てもらえて、あの雰囲気。もう歌詞の世界とか、遥か空にボーイング。もうなんかすごいね、高段の屋根の上とかね、なんかこう想像がこうできるというか、なんか素晴らしい曲だなと。はい、で歌詞の中にね、秋っていう言葉が、秋じゃん、月、月明かりが、ほら月明かりが、なんか月明かりっていうとなんか秋のイメージがなんかあるなと思って、この曲ちょっとね秋にやっぱ奏でるのがなんとなくもう勝手な妄想ですけど素敵かなと思って、本当はなんか暗闇でやろうかなと思ったんですけど、楽譜が見れないなと思って
昼間やってるんですけど、はい、そんな感じで今日はもう本当にね、この曲はもうガズさんもね、もう大好きな曲で、もう本当ね、気持ちよく演奏できました。はい、だから、そうだ、これ一発撮りですからね、最初にね、どうも皆さんって最初このカメラの録画ボタンを押して、最後のさよならまで一回も編集ないわけですから、これはなかなかのこう緊張感でございますしですね、その辺のこの空気感も一緒に味わっていただければというふうに思います。はい、まあガズレレではいろいろお知らせがあるんですけど、まあこの G ラボ送るで最高だよっていうね、音も最高でしょとか、まあ楽譜の本もいろいろ出ていたり、ガズがもうゼロから作った Kindle でね出版したんですよ、この2つの本、ぜひこれも読んでください。 Kindle Unlimited だと無料で読めます。 Kindle の分かる、スマホのアプリで読む電子書籍で、これもうゼロから、表紙から編集から企画全部勝つ一人でやったっていう本なんで、これめちゃくちゃいいですよ。タイトルがいいですよ、ハッピー、ご機嫌ハッピーになれちゃう本、そのまんま2冊同時発売です。ぜひこれもちょっとアマゾンでご機嫌ハッピーって入れたら出てきますんで、ぜひこれも読んでいただいてですね、感想レビューなどお願いいたします。まあ他にもね、こっちの主婦の友社から出ているね、ご機嫌、ウクレレデイズ、こっちもね、よろしくお願い。こっちは本当の本ですからね、主婦の友社ですから、はい、いろいろやっております。まあ音楽を奏でるにはね、楽譜通りにできたっていうのがゴールじゃないですから、その後にこの感情を乗せるとか、このなんていうのかな、この豊かさをこうどんどんこうクリエイティブしていく、そういう時に楽譜の本じゃなくて、今言ったような、ね、ご機嫌ハッピーとか、ご機嫌ガズレレデイズとか、そういう本もですね、やっぱかなり参考になると思います。ただやっぱりソフトとハードみたいなもんですね、これがやっぱ一緒になって、こう豊かなミュージックライフがさらに、ね、高まっていくかなと、そんなことでございます。はい、よろしくお願いします。はい、今後もいろいろやっていきます、ガズレレよろしくね。それじゃあ今回のガズファーストテイクはこれにて終了。それじゃあさよなら、バイバーイ、カチャッ。